改めてお礼を申し上げなければなりませんな。一度ならず二度までもレナを助けていただいて。いや、お礼を言われるほどのことではありませんよ。結局今回の事件は何だったのでしょうな。本当にサルバ坑道の奥で発見された石のせいなのか。そうとしか考えられません。石が壊れてなくなった途端、アレン君が元に戻ったんですから。おかしくなって魔物になる。まるでソーサリーグローブみたいな石ですね。確かにそうじゃな。もしかしたら何らかの関係があるやもしれん。ソーサリーグローブか。ちょっとそんな気がしただけです。あまり気にしないでください。しかしあの後サルバでは大騒ぎだったようです。アレンのこともそうですが、勇者のことも。すみません、注意されていたのに。いや、責めているのではありません。あなたはレナを助けるために一生懸命だったのでしょう。ただ隠すにはあまりにも広まってしまった。そうですか。クロードさん、ソーサリーグローブを調べに行ってはいただけませんか。非常に身勝手な願いであることは分かっています。ただやはりあなたしかいないと思うのです。アレンのこととも無関係ではない気がします。アレンを救えたあなたならば。クロードさん。わかりました。やってみましょう。それでは。前にも言いましたが、僕は勇者ではありません。世界を救えるなんて大それたことは考えていませんよ。ただソーサリーグローブを調べることで僕に有益な情報が手に入るかもしれない。自分の利益とみんなの利益が一致するならやってみてもいいかな、そう思っただけです。ありがとうございます、クロードさん。我々もできる限りお手伝いいたします。はい、どこまでできるかは分かりませんが。クロードさん、私を連れて行ってくれませんか。レナ。レナ。今村長様が言いましたよね。私もお手伝いしたいんです。でもレナ、危険だよ。それは分かっているつもりです。でも私も全く役に立たないことはないと思うんです。クロードさんはこの大陸のことよく知りませんよね。案内役は必要だと思います。私の力役に立ちませんか。そんなことはないけど。でも村長様も何か言ってやってください。いや、クロードさん、レナの望み通り連れて行ってやってはもらえませんか。村長様。レナはきっとあなたの旅の役に立つでしょう。どうかお願いします。
わかりました。でもお母さんの了解を得てからだよ、レナ。そうじゃなければ連れて行かないからね。はい、わかっています。ではまずクロスに行くとよろしいでしょう。あそこは大きい町です。何か手がかりも見つかるでしょう。最近は随分冷え込むようになったわい。レナ、気をつけて帰るんじゃぞ。大丈夫ですよ、私の家はすぐそこなんだから。迷惑でしたか、一緒に行くって言って。いや、そんなことはないよ。あの、私…え？なんじゃ、まだ帰っておらんかったのか、レナ。おやすみなさい。お帰りなさい、レナ。ただいま。あのね、お母さん。何？クロードさん、ソーサリーグローブを調べに行ってくれるって。あら、本当に？うん、それでね。私もクロードさんと一緒に行こうと思うの。レナ、そんな、なんで？いくらクロードさんでもたった一人じゃ大変だと思うの。土地勘だってないんだし。でもレナ。ううん、違うの、お母さん。私ね、本当は夜分遅くすまない。ウェスタヤ、ちょっといいかの。はい。私ちょっと外の空気を吸ってくる。ダメだ、やっぱり距離が離れすぎてるんだろうな。くそ。クロードさん、眠れないんですか？レナ、いや、まあね。君こそどうしたんだ？私が行くって言ったらお母さんすごく驚いてました。そうだろうね。ダメだって。何も言いませんでした。でもしばらくしたら村長様が来て。そう。クロードさん、私あなたと一緒に行きたいのには訳があるんです。わけ？どういうことだい？
私のお母さん、本当のお母さんじゃないんです。お母さんも村長様も私が知らないと思ってるみたいですけど、前に二人が話しているのを聞いたことがあるから。そうなんだ。本当のお母さんを探したいのかい？わかりません。手がかりはこのペンダントだけですし。でもこのペンダントを持たせてくれたということは、私を産んでくれた人は少なくとも私を愛してくれていたと思うんです。今のお母さんはどうなるんだい？君を愛して慈しみ育ててくれたウェスタお母さんの気持ちは？私、お母さんのこと大好き。私のお母さんはたった一人、ウェスタお母さんだけです。だったらなぜ？私が何者なのか、それが知りたいんです。どこで生まれ、どうしてシンゴの森にいたのか、なぜ不思議な力を持っているのか。そして私を産んでくれた人はどうしているのか、それを知りたいんです。私はあなたと行きます。ここを離れるためではなく、再び戻ってくるため。もう夜も遅いですね。変な話をしてすみませんでした。いや、おやすみなさい。道中気をつけるんじゃぞ。大丈夫です、クロードさんが一緒なんだから。そうじゃな。レナ、お母さん心配しないで、私は必ず戻ってくるから。ただいまを言うために行ってきますを言うの。ええ、そうね。レナお姉ちゃん、早く帰ってきてね。ありがとうルシオ、いい子にしてるのよ。うん。ほら、クロードさんが待ちくたびれておるぞ。早めにクロスについておきたいんじゃろ。もう行かないとな。クロス城のクロス王に会えばいいんですよね。そうです、私の紹介状を見せれば信用してもらえるでしょう。最新の情報も手に入ると思います。大丈夫、クロスの王様なら私も知ってますから。行こうレナ。行ってきます、お母さん。行ってらっしゃいレナ。辛かったらいつでも戻ってきていいのよ。ここがあなたの家なんですから。うん。クロードさん、よろしくお願いします。